石東寺は、滋賀県東大見市にある、天台宗の寺院である。三号は、愛工山、本尊は、聖観論。石東寺の名の通り、境内には、愛工島と呼ばれる石造三重島を中心に、数万基の石頭や石仏が並ぶ。毎年8月末には、石頭フェスティバルが開かれ、石頭と石仏に検討が行われる。大見西国33カ所。 第22番札書。石刀寺は、聖徳太子総研の伝承を持つ寺院である。伝承によれば、聖徳太子は、大見に48か、寺を建立し、石刀寺は48番目の満願の寺院で、本願上樹寺と称したという。聖徳太子総研との伝承をそのまま史実と受け取ることはできない。しかし、石刀寺がある、滋賀県古東地区には他にも、 西国三十三所札所寺院の長明寺、くだら寺など、聖徳太子総圏伝書を持つ寺院が多く、この地が早くから仏教文化の栄えた土地であるとともに、聖徳太子とも何らかのつながりのあったことを思わせる。石頭寺境内にある、数万基の石頭群の中で、一際高くそびえる三十石頭については、次のような伝承がある。平安時代の長宝三年に、 当に留学した、比叡山の僧、弱小帽子は、五大山に滞在中、五大山の僧から、昔インドの愛空王が、仏教流星を願って三千世界に散布した八万四千基の、仏舎利塔のうち、二基が日本に飛来しており、一基は、琵琶湖の湖中に沈み、一基は、大見国虎山の途中にあると聞いた。弱小は日本に手紙を送ってこのことを知らせた。 三年後の観光三年、晩秋赤市の僧、義官僧図がこの手紙を入手し、一条天皇に上奏した。そして、一条天皇の勅命により、塔の探索を行ったところ、武士の野積三森なる者が、石頭寺の裏山に大きな塚を発見した。野積三森と天皇の直子、平皇将が掘ってみたところ、愛王塔が出土した。一条天皇は大変喜び。 7道画欄を新たに建立し、次号をアイク王三石頭寺と会合した。寺は一条天皇の直眼寺となり、流星を極め、八十余防の大伽藍を築いたという。以上の伝承のうち、インドのアイク王云々が、後世の家宅であることは言うまでもなく、普段の石頭は、実際には、奈良時代前期頃に、朝鮮半島系のトライ人によって建立されたと、見るのが通説である。 この石灯は日本各地にある中世以前の石灯とは全く異なった様式を持つものであり、朝鮮半島の古代の石造物に類似している。古藤地区が都来人と関係の深い土地であることは、日本初期に天示天皇8年、九だらからの都来人700名余りを大見国家も屋へ移住させた旨の記述があることからも、 裏付けられ、石東寺の三重石東もくだら系の捕来人によって、混流されたものであるとの見方が一般的である。鎌倉時代には、三重石東の周りの境内に、五輪刀や石仏が多数奉納された。安土桃山時代、織田信長の焼き打ちにより、七堂が乱、木造建築物、寺宝がすべて消失し、寺は荒廃した。その後、江戸時代初期、天貝が、 弟子の行券に指示し、一部復興されている。ありがとうございます。